旭川市工業技術センターや旭川産業創造プラザなどで構成された旭川ものづくり総合支援センターが、これまで行ってきた支援の事例や研究成果を報告する発表会が今月18日旭川リサーチセンターで行われました。発表会ではアロマ商品を手掛ける企業からの動産木材を使いたいという要望を上川町との商品開発につなげた事例などが発表されました。行政機関ってなかなか行きにくいんだよねっておっしゃる方、多くございますので、そこは我々うまく活用していただいてですね、各機関、いろいろとつながりがございますので、ご紹介できる部分特にあると思います。会場では 3D プリンターで制作したクラフト作品なども展示されていて、参加者は興味を深めていました。こんにちは、私たちは中央図書館の原です。斉藤です。中央図書館では小中学校の夏休み期間中に工作会や絵本の読み聞かせなどイベントが盛りだくさん。まずは8月3日午後1時30分から2時30分まで中央図書館夏のお楽しみ会があります。工作はペットボトルで作るでんでんブラリーです。そして8月9日と8月10日午前10時30分から11時30分まで夏休み子ども映画会があります。さらに中央図書館は小中学校の夏休み期間中、定例休館日の毎週月曜日も中央図書館を開館しますので、どうぞご利用ください。また月曜開館日の午後2時から2時30分まで夏休み小学生ワクワクお楽しみ会を行います。ブックカバー、吊るし飾り、くるくる風車と3日間違う内容の工作を楽しむことができます。この他にもたくさんイベントを行っています。夏休みは中央図書館へ行こう。